縄文海進は最終表記の最寒冷期後から始まった海水面の上昇を指し、日本など氷床から遠く離れた地域で100メートル以上の上昇となり、ピーク時である約6500年前から約6000年まで上昇が続いた。現在はピーク時から海水面は約5メートル低下した。またピーク時の気候は現在より温暖、湿潤で、 平均気温が1摂氏2度高かった。地質学的には、有楽町海心、関心予海深、五表記海神などと呼ばれる。最終表記以降の海水準の変化最終表記の最寒冷気後、約19000年前から始まった海面上昇は、沖石層の堆積より早かったので、日本では最終表記に大河によって海岸から、 奥深くまで侵食された過酷には海が入り込んだ。関東平野では香取海や奥東京湾などが形成され、大宮大地などは半島となっていた。その後は沖石層の堆積が追いつき、上記の湾は現在の定地平野となった。1926年時点の関東平野地図に縄文海進時代の海進領域を重ねた地図縄文海進は、 海塚の存在から仮説の提唱が始まった。海岸線付近に多数あるはずの海塚が内陸部で発見されたことから海新説が唱えられた。当初は日本で活発に起きている火山噴火や地震による沈降説も唱えられたが、その後海水面の上昇が世界的に発生していたことが確認され、裏付けられた。この時期は 最終表記終了の後に起きた世界的な温暖化の時期に相当する。また、北半球の表彰が関心予では最も多く溶けていたため、世界的に海水準が高くなった時期にあたる。この温暖化の原因は、地球軌道要素の変化による日射量の増大とされている。しかし、日射量のピークは9000年前であり、7000年前の海進と異なる。 近年の地球温暖化の議論では過去の温暖化の例として小説などでもしばしば取り上げられている。関東地方の貝塚は内陸奥深くに分布することから急停戦はその付近にあると考えられる。この学説は関東大震災から3年後に発表されており、当時房総半島南部や三浦半島の隆起と関東平野の沈降が観測され、 暴走半島の海岸段丘も過去の巨大地震との関連として注目されており、内陸における海塚分布は陸地沈行とその後の埋石作用の証拠の一つと考えられた。当時の復興局は多数のボーリング調査を行い、関東平野には後に有楽町層と呼ばれる海青年土層が後半に堆積していることを明らかとしている。海塚の海類組成には、 仙台湾においても、現在三河湾以南とされる海外等を含んでおり、当時の気候は現在よりも暖かいものと考えられた。縄文器変年の原型を作り上げた山内気葉は、こうした温暖化を伴う有楽町層の形成をヨーロッパのリトリナ四海神の時期に相当する地球的な規模の海水準変動の一つと考えた。有楽町海神は、後に、 縄文海進と称されるようになり、約五千五百年前の縄文前期中央の海進長期には、海水準は現在の標高四点四メートル、気温摂氏二度の世界が想定されている。一方、こうした高位海面論に対し、西ヨーロッパや北米大陸では、限界水準よりも高い急停戦は確認されず、日本列島等の見かけの高位急停戦はすべて地盤変動の、 結果であり、限界水準が、関心予の最高水準で、高位解面期はなかったとする、低位解面論も有力な学説である。さらに、極地方の数千メートルに及んだとされる、氷床の溶融による隆起と、逆に海水の増加が引き起こした荷重による沈降で、沿海部が海側に引き込まれる現象によって、西部九州の海抜マイナス3から4メートルにある、縄文前期の海底遺跡群は現在、 説明がなされている。神奈川県小田原市、羽尾貝塚では、標高22メートルの高所から、縄文前期の旧中村湾停線が確認され、もはや一律の海水準変動で、貝塚分布を説明することはできなくなっている。縄文前期の温暖化についても、太平洋深海底の計層分析によって、当時黒潮由来の断水渦ズの発生により、黒潮の勢力が現在よりも、 北方まで及んでいたことが明らかとされ、必ずしも地球的な規模での温暖化ではなく、日本近海における地域現象の一つと考えられている。仙台湾作用の関水産海塚は、岩手県一関市藤沢町7日、四海塚で、海抜マイナス3.5メートル、縄文前期の海水準が、現在の海水準より高かったとする明確な証拠はなく、仙台平野では、 縄文時代を通じ限界水面を上回る高み水準は存在しなかった海抜1メートル前後であり、それを大幅に上回ることはないと関東地方とは大きく異なる評価となっている。日本列島は4つのプレートがひしめき合う脆弱な構造の火山列島であり、海塚の分布はその列島史と共に被災履歴をも示している可能性がある。ありがとうございます。